はい、どうも、北海道樽市在住、大久保克也41歳です。よろしくお願いします。毎日夜9時にいろいろな紹介動画も出してますんで、よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それでは今回皆さんにご紹介したい漫画、こちらの作品になっております。新勇気、太郎と愉快な仲間たちということで、1990年からジャンプで連載をされていて、2016年には松山ケンイチさん主演で実写映画化もされている漫画になっています。この漫画の作者は言わずと知れた漫画太郎先生ということで、一度見たら忘れられないような絵になっていると思います。バラエティ番組で似顔絵などに使用されることもありますね。基本的には最勇気のパロディなんですけど、同誌掲載のドラゴンボールであるとか花のケージとかバスタードドラゴンクエストといったような他の漫画をパロディとして使ったっていうのはこの漫画が初めてじゃないのかなと思います。主人公は孫悟空にあたる村一番の暴れ者の山田太郎というキャラクターになっています。その凶暴さゆえに警察からは1億円っていう懸賞金をかけられていたりとか、酒を飲んでその酒で城を燃やしたりだとか、数々の敵を殺しまくってるようなとんでもなく悪い主人公になっています。育ての親はジジイとババアで、子供が欲しいと願いをかけた時に雷と一緒に落ちてきたのが太郎なんですね。欲深いジジイとババアで、太郎が強奪してきた金品にはすごく飛びつくんですけど、意外と手を焼いて困り果てて、そんな時たまたま通りかかった僧侶が玄奘というキャラクターで、法力がすごく強くて基本的にはお姉ですね。その玄奘はジジイとババアに頼まれて、太郎と壮絶な戦いの末に妖力を封じ込めることに成功します。その妖力を吸われた太郎の姿がこちらになっていて、この妖力を吸われた太郎の絵が皆さん記憶に残っていたりだと思います。妖力を吸われたとしても普通の人間よりも数倍強くて、この太郎と玄奘が旅に出るというお話になっています。そしてこの漫画面白いポイントが、いろいろなキャラクターが出てくるけど、例えば人面魚であるとか、たけし、きよし、やすしというね悪者3人組であるとか、太郎の首を狙うならず者たちがただのコスプレ集団だったり、今読んでも笑える内容になっています。あとは呪文がばらえていくつか紹介したいんですけど、髪を生やす魔法が育毛と書いてアデランスだったり、容器吸収石がパンパース、転送の魔法がファックスといったり、能力分析魔法はスカウター、壁を作る魔法はベルリーノ、全身鋼鉄化魔法が南鋼鉄みたいなね、そういじったりとかしてるような魔法もたくさん出てきて、そういうとこもね、ギャグ漫画としてはものすごく面白いと思います。漫画太郎先生の絵のインパクトと強烈さに目が行きがちなんですけど、ギャグ漫画として読んでもこの珍勇気という漫画ものすごく笑える内容になってますんで、ぜひ皆さんこの漫画チェックしてみてはいかがですか。ということで終わりたいと思います。今回も皆さんの貴重なお時間でお付き合いいただき本当にありがとうございました。